子供ほど周囲に感化されやすいからきっとそうせよね。お前もちょっとビビってんじゃねえかお前。うん、でも尋常じゃない騒ぎようだったし、声も本物の狐っぽかったし、お前すごいビビってるやん。はい、では今回は職員室に鍵を盗みに行きまーす。どうやったっけ職員室。あ、でも待てよ。あ、1年生の廊下全部見てた気がする。見ておきたい気がする。あ、え、今時あるんじゃ公衆電話。誰かが使っているのを見たことがない。一生に一度は使ってみたいけどね。俺はまだ中学生の時には使いよったな。俺の中学もさ、あ、公衆電話ってね、あの携帯電話とか持ってきてあかん時代だったもんやけんさ、これで親に連絡しとったよな。使わんだよな。入り口がここにある。帰れる、出れる、出れちゃう。庭にでも出れるんじゃこれ。ちょっといろいろ隅々まで見たいもんな。いろいろイベントあるし、メインのおすすめちょっと探索やな。まだもうちょい探索したいな。あー、職員室来てしまった。職員室来てしまった。先生残ってるわ。あー、なんか保健室の先生みたいな見た目の人がおるな。すごい不愛想そうな見た目の人がいるな。強行突破じゃ。あった、後ろからの視線を感じます。目つきが鋭いからね。さすがに先生が見てる前で持っていくのはまずいと思うんだけど、どうにかして視線をさらす必要があるんか。何か騒ぎがあったらしいな。全く大事じゃなければいいが、この先生をどうにか外におびき出せたらいいけど。この先生の特徴が知りたいな。どういう先生かだったらさ、どうにかおびき出す方法があるんじゃないかな。どうした？あの先生を職員室から追い出せば鍵を盗めるよな。どうしたらいいんだろう。放送室でピンポンパンポンするか。よし、何か方法を考えるか。本当に考えてるか。まあ俺は考えずに他の教室見てもあるけどな。お前はコックリさん知っていることを先生に言ったよ。なんかヤバげだったからね。うん、あ、校長室か、ここ。ほうほう、渡り廊下。あ、まだ向こう側に教室がある感じなん。猫は逃げていっちゃったね。ねえ、ね、猫がいたの。写真撮りたい。なんだかあんまり人懐っこい猫じゃなかったよ。撫でようとしたらシャーって、シャーってね。ねえ、中庭の方に行っちゃったみたいだよ。ねえ、ありがとう。それは多分500円くれないと撫でさせてくれないやつ。体育館か。中庭ね。俺も行こうと思っとったんよな。猫か。猫だよな、やっぱ。インスタ映えってやっぱ猫だよね。こっちからは敵に出る。あ、こっちは別に入り口があるわけじゃないんか。じゃあちょっと、中庭、中庭。これこれは。猫ー。あ、中におる感じか、これ。君たち、どうした？この草陰に猫が隠れやがったんだ。はっ、猫？さっき言ってたやつ。はっはっは、早っ。お前、次元大好きか。銃を引き抜くときの次元大好きか、お前は。でも、全然出てくる気配がないんだ。ガチギレや。こいつ、猫は出てこんだけでめっちゃガチギレしてるやん。こういう時はね、優しく呼びかければいいんだよ。全くもってその通りだね。は、にゃーにゃー、出ておいで。にゃーにゃー、こっちだよ。にゃーにゃー。は、なんで俺までこんなこと。
自分でやって自分で突っ込むな。ほら、さっさと出てこい、ニャコ。うわあ、ダメだよ、そんなことしたら。そうだよ、優しく気長に持つんだよ。猫の気持ちになって。うるせえ。出てきた。は？逃げてった。逃げちゃった。あんな乱暴な野菜がないじゃない。そうだよ、そうだよ。そうだぞ、そうだぞ。猫は大事に扱わないと、お前。江戸時代だったら、生類憐れみの霊で、お前、逮捕されてるぞ、お前。悪かったな。くそ、すげえ、触りたかったんだ。もう、帰ろうぜ。あ、うん、そうだね。愛ちゃん、また明日ね。猫探し、頑張ってね。任せといて。写真撮れたら、明日は見せろよな。お前で写真なんか見る気にないわ。はいはい。猫はまた隠れちゃったみてだな。でもまだ高中庭のどこかにいるはず。ブーン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 。開かずの扉。なんだろう。もともと物置だった的な感じか。ブーンブーンブーン。おっと、ここだ。逃げたー。ああ、学校の中には入っちゃったな。学校だか。でももう少しで追い詰められそうな気がするよ。待ってろよ、猫くん。ブー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 。どっち行った？どっち行ったかな。ブー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 キキブー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 。ブーブーブー。おらんな。ブーブー。もうやめようこれ。この間だ。あ、写真撮れる。あ、写真いいんじゃ。やった。よっしゃあ。二人は仲良し、プリキュア。オッケー。最近いろんなプリキュアおるけどさ、ゾンビ系のプリキュアとかおってもいいだろ。うん、需要はわからん。あ、おった。こんなとこおったんじゃん。しかも近づきすぎたら逃げる感じ。ああ、ちょっと離れて取らなあかんのじゃん。おった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 。この辺からこう写真撮る。いいね、実写じゃ。それはもう実写の息じゃ、お前。突然の実写。逃げたー。オッケーオッケー。これを交渉材料にして何か起こってもらおうかな。猫を追い回しとる間に何か思いついたか。最高のアイデアをひらめいたぜ。どうした、お前、その、最高で自分で言ってるやつに限って大体最高じゃないんだぜ、お前。いいアイデア、ろくなアイデアじゃないんだぞ、お前。聞かせていただこうかしら。非常ベルだよ、濡らしちまおうぜ。雄大、それは、下手すりゃ、定額になるぞ、お前。それはやりすぎでは？大丈夫だって、しょっちゅうなってるだろ。まあ、この学校はほんと、どうしようもない生徒が多いからね。いたずら鳴らせる奴がいるってことか、お前。行くぜ！え？これは？そうだな、そうか、そうか。そりゃそうか。あいつもバカではないな。職員室のソファの奴を押すっていうか、そういう発想はなかった。それはあかんってわかるやな。でもそれ以外に、あ、ここ？
よし、今から押すぞ。ハートにやっちゃうの？許可はいらないぜ、ポチ。逃げだ、隠れだ。まったく大のいたずらさ、私は忙しいってのに。違う先生できたな。あらら、ゴンゾー先生の方が来ちゃったか。失敗だな。二人とも来てほしかったね。他の方法を探すしかないか。結局失敗か。どうしよう、カナメはどうしてるかな。あ、カナメちゃんか。先生、犯人知ってるんですよね。アイスをおごってください。だったら犯人教えてあげますよ。3階で非常ベルなかったっけ。3階だったらみたいな感じじゃないかな。ははははは、押さない。道徳感強しくん。カラメちゃんはあのコックリさんしよった教室に残っとんかな。コックリさんしよった教室って一番端だったっけ。大丈夫か、ホータ。ホータホータホータ。へえ、職員室から先生を追い出したいの。やるね。はい。何かいい方法はないかな。そりゃ簡単よ。電話をかければいいじゃないの。なるほど、冴えてる。さすがカナメ、略してさすかな。じゃあ早速かけちゃうね。この学校の番号はと検索検索。ネットって便利ね。ねえ、お宅の先生のパンツ何色だ。もしもし、あ、私そちらの住所に住む主婦なんですけどね。すごい、大人の音声を使っている。さすがカラメ。お宅から野球ボールが飛んできたみたいで、ちょっとトイレに来てくれませんこと。はい、あー、家はですね、はい、ですから近くの青い屋根の家で。名前、名前は違います。いたずらではありませんことよ。失礼ね。え、今日は野球部は休み。あ、バスケットボールだったかしら。とにかく何でもいいから取りに来て。あー、冷や汗かいてますね。もしもし、くそ、佐藤のやつ切りやがった。案外に騙されないもので見くびっていたわ。ちょっと焦った時のこの子の顔、可愛かったな。失敗か。でも要、演技うまかった。論理は破綻していたけど。ふん、伊達に演技鑑賞をしていないことよ。大人の言動は常に研究しているの。ふーん、うまいからいたずら電話の常習犯なのかと思った。もう、はい、手伝って損しちゃった。ごめんごめん、ありがとう。カナメちゃん愛してるからさ。 We are the one。 やっぱりダメだったか。そういえばコータは大丈夫かな。一度1年3組の教室に戻ってみようか。おったな、そや。あ、タトル元気になったか。どうした。あ、先生、先生、お騒がせしました。僕はもう大丈夫です。それならよかった。悪友からの誘いはちゃんと断るんだぞ。わかったね。はい先生、申し訳ありませんでした。二度とふざけた行いはしません。コーダー良くなったんだね、安心した。でも先生、職員室に戻っちゃったか。どうしたんですか。それがね、科学室の鍵を。なるほど、職員室を無人にしたいわけですね。そうなんだ。なんかいい案あるかな。思いつきました、とてもいい方法が。本当？あー、でもまた悪い遊び付き合わせちゃったらまずいね。嫌ならいいんだよ、私たちだけでやるから。コータは休んでて。さっき先生は何て言いました。悪友の誘いはダメって言いましたよね。
悪い友達なんて僕にはいませんから。こうだ、あんたかっこいい。メガネのバッテンの部分かっこ悪いけど。では早速、愛さんたちは職員室前で待機しておいてください。どうすんの？職員室火つけるの？それでコータがおびき寄せ役を買って出たってわけか。でも一体何をするんだろう。コータがやりそうなこと。コータがやりそうなこと。コータがやりそうなこと。非常ベルならもう失敗したぜ。ああれあんただったの。へえ。なんだその白い目は。要の電話作戦も失敗したよ。ちょっとアイ、あんたお知らずね。へえ、安易な圧走だな。独創性がないね。ディスリアイ、ディスリアイ友よ。何よ、作戦に独創性も何もないでしょう。そもそもこんな計画がいけないことで。どうした？テスです、テスですです。し、この声まさかコウタ？あいつ放送室に忍び込んだのか。やりやがる。コーン。え、コーコーコーン、コーコーコー。まだ取り付けられてるやん。コックリさん出ていけや、さすがに。ブーき、キツネ。あ、ったく、なんだこんな悪ふざけをしてるとは。なんで怒らせれば気が済むんだ。もう許さん。あ、コウタ、あいつ定額になるな。やった、今がチャンスだ。コウタ、悪いな、お前の定額が定額してしまったのに。お前は定額だ。よし、科学室の鍵を手に入れたよ。脱出だ。どうした？あ、こうだ。大丈夫だった？お前定額中とかならんかった？大丈夫？科学室の鍵は手に入りました。こうだ、すごいね、あんな勇気があったなんて。でも放送室で呼び出すを呼び出すっていうのは結構ありがちなのに、みんなやらんかったな。俺笑っちまったよ。やるじゃん、コンコンコーなんてな。でもよく放送室に入れたね。放送室の人たちがいつも開けっぱなしにしてるんです。僕の情報網が役に立ちました。おい、大丈夫か放送室の人たち。あんまそういうところをさ、部外者立ち入れんようにしとかなあかんやつじゃない。すごいね、コーダの情報網。はい、なんなら愛さんとカラメさんのバストサイズもわかりますよ。やめてよ。先生たちが戻ってきます。急いで科学室に行きましょう。みんなで行くもんね。鍵を持ってきてくれたんですね。おいらすごいだろ、感謝しろよな。それにしてもさっきの変な放送は何だったのか知ってます？コーン、早く入りましょう。誰かに見られてはまずいです。ああ、あのコンコンコンの放送のやつ撮っとけばよかったな。暗いな、あの時は便利なスマホ、こんな時は便利なスマホね。カシャリ。暗いのは怖い？僕が見守っている。逆に怖いわそれ、ヤンデレの言い方だろお前。わ、びっくりした、びっくりした。煽ってきてる。暗い部屋に入った瞬間すごい煽ってきてるなよこいつ。さて、じゃあ済ますか。これ、ね、ルールを守って命を守ろう。交通安全のポスターがある。なぜこんなところに。これ裏に書いとんか、なんか落書き。赤い色がはみ出している。剥がす。うおー、ダダン、これ見て、これ。げげ、なんでこんなところに。
まるで隠されていたみたいですね。いえ、隠されていたんですが。こんな場所で私たち何も知らず授業を受けていたんだ。いやだ。聞いたことがあります。何度消しても浮かび上がってくる落書きがあるって。よいによってなんで呪いって感じにしたん。父とかにすればいいのに、父とかに。これ、みんなが知ったら、授業中、すごい、気まずうなるけどな。まさか、これが？そんなわけねえだろ。科学の教室が消すのやめんどくさがってんだよ。ま、いい写真が撮れるぜ。ありがたく撮っちまおう。撮った。撮った。落書きを写真撮ろう。いや、おーし。バリバリ撮っとったのにさ、わざわざ俺も撮らなあかんの。オッケー。科学室に隠された落書きと送信。よっしゃ、これで二つ目ができた。三つ目が何なんだろうな、これ。ランク上がった。県外のままやけど3118。もうそんなにポイント溜まっとんじゃ。ポイントがぐんぐん増えていきます。マジ？あっという間に3000円よ。すげえぜ！こんな感じでもっとすごいのを取れば、つまり、こっくり。彼の亡者たちだ。次のミッションはなーに？よくわからんやつじゃ。秘密の正体？あ、バグが治ってます。秘密の正体を明かせ？秘密か。何があるだろう。なんか疲れちゃった。一度教室に戻って作戦会議しようよ。